バンガー大学は、イギリス・ウェールズ北部のグーイネズ州バンガーに位置する公立大学である。1885年に直霊を受け開学し、ウェールズ大学の創設期間の一つとなった。2007年9月に、ウェールズ大学から独立し、ウェールズ大学バンガー校から、バンガー大学へと改称した。サンデー・タイムズ大学ガイド2012年版では、教育評価で、 英国トップ15大学に位置づけられるなど、ウェールズで最上位の教育を提供する大学である。とりわけ、海洋生物学、心理学、スポーツ科学の教育、研究で知られる。バンゴア大学と表記、発音されることもある。バンガア大学は1884年に創設。1885年に直霊を受け、ユニバーシティカレッジオ呼ぶ。 ノースウェールズとして開学した。当初はロンドン大学から学位が授与されていたが、ウェールズ大学の創設構成期間になった1893年以降、ウェールズ大学バンガー校としての地方を確立した。1927年から1935年には、ハーバート・グラッド・ストーンが学長を務めた。第二次世界大戦中には、ロンドン大学の学生がバンガーに疎開し、 修学を継続した。1958年から1984年には、チャールズ・エェバンスが副総長を務めた。1977年には、女性教師養成校であったセントメアリー・カレッジと合併し、さらに、1996年には、バンガーノーマル・カレッジと合併するなど、規模を拡大させ、学生数が1万人を超える大学に成長した。 世界レベルの400大学を対象としたタイムズハイヤーエデュケーションでは2012年に251位に位置づけられた。2017から2018年のランキングでは名古屋大学などと並んで301から350位群にランクインした。英国政府が2017年に初めて行った大学教育の質評価では金賞を獲得した。 本部本部からの景色バンガー大学は語学部からなり、各学部は複数の学科内視研究所で構成されている。海洋学科情報科学科バンガーの町並み大学の位置するバンガーは大学長である。ロンドン、マンチェスター、クルー、カーディフから鉄道が直行しているほか、アイルランドへのフェリー便もホリーヘッドから就航している。マンチェスター空港とリバプールジョンレノン空港は鉄道で、 約2時間である。駅からほど近い丘の上に大学本部があり、各学部の建物が街中に散らばっている。メインアーツビルバンガー大学が1911年から用いている校舎がメインアーツビルの一部として残されている。この校舎の設計者はヘンリー・ハーレであり、1907年7月9日にエドワード7世が提訴を行い、1911年に 常時五世の何より解説された。1969年に現在の建物が完成している。ありがとうございます。